職場の元先輩がすれたい。その人は、中学生くらいから、精神年齢がちっとも成長してないような人でした。この人を A とします。当時の年齢は、僕が25、A が30くらいです。多少下品な表現と、多大に下品な男が登場しますので、嫌な方はスルーでお願いします。僕はちょっとあって、体を晒すのが大きなコンプレックスになっていて、昔から海水浴や温泉旅行の類には行かないようにしていました。社会人になってからは、付き合いもあって行くことはあっても、例えば海ならビーチで遊ぶことはあっても、泳ぐことはありませんし、温泉にも少なくとも仲間と一緒に入るということはしていませんでした。ある時、ちょっとした社員旅行のような行事があり、部署の全員で温泉旅行に行くことになりました。何度か同じ行事はありましたが、A はその年転属できたばかりだったので、その旅行で一緒になるのは初めてでした。この A という男は、とにかくがさつで下品でして、道中のマイクロバスの中でも、一人だけハイテンションで、お酒を飲みながら、ずっと、運転手の女性社員に絡んでいました。温泉旅館に着いてからも、僕は、仲間と、軽く観光に出る予定だったのですが、A に付き合わされる羽目になりました。夕方までひとしきり、主に A が騒いで、さあ温泉となって、ようやく解放される。と思ったのですが、僕が一緒に行かないと知るや、A が大暴れ。定番の、裸の付き合い、から始まって、コンプレックスなど男らしくない。など、こちらの話など、まるで聞きません。まあ、男らしくないコンプレックスというのは、否定できないんですが、だからといって、嫌なものは嫌なので。結局、その場は、折りよく観光から帰ってきた上司に説得されていました。さて、僕は温泉自体は嫌いではないので、夜中、みんなが寝静まったのを見計らって、温泉に行きました。しかし、一人で温泉を楽しんでいると、突然A が現れました。どうしても、お前の玉を見てやらねば気が済まない。隠されれば隠されるほど気になるもの。と言って、同僚が夜中にこっそり風呂に行くと漏らしたのを聞いて、このためだけに寝たふりをして、僕が温泉に行くのを待っていたようでした。同僚には後日謝られました。僕のコンプレックスは、玉はもちろんなのですが、体を見られることですので、僕にとっては玉もその他も変わりはしません。情けない話ですが、僕は半泣きで逃げました。理解のある上司 B は、ただごとではない僕の様子に飛び起きて、A を説教してくれました。A は、上司 B の監視のもと、別部屋に隔離されて、これでようやく解放された、と思ってました。その未明、A は、僕のいる部屋に忍び込み、寝ている僕の浴衣を剥がしにかかってきました。もはや変質者です。我慢も限界だったので、帰ってから、僕は会社に訴えました。クビにしろとは言わない、せめて転属にしてくれ。さもなくば自分が辞めるし、A を訴える、と。ところが、上司 C は、A の擁護に入りました。男らしくないお前が悪い。これを機会に、付き合いを改めろ。先輩を敬えないのは、社会人として失格。仲間を訴えるとか、会社への反抗。処分されるのはお前。などなど、素敵なお言葉をいただいたので。わかりました。この件は、A さんと話し合って解決することにします。と言って、A が、休みの日に、話し合いの段取りを決めるために、A 宅へと連絡しました。出たのは A 奥さんだったので、A さんにされた仕打ちについて、話し合いの席を設けたいので、A さんと連絡を取りたい。という旨を伝えました。奥さんは驚いて、仕打ちって?主人が何か?と質問されたので、疑問にお答えしておきました。その翌日、激高した A が、出社するなり、僕を殴りつけました。奥さん、実家に帰っちゃったそうですよ。さすがに、暴力が出てきてしまっては、
処分は免れないようでした。自主退職という形なのは気になりましたが、A は辞めていきました。ほぼ同時に離婚されたそうです。奥さんには、その前後に、こちらが申し訳なくなるほど謝られました。慰謝料などを渡されそうになりましたが、A 自身の懐から出たものとは思えなかったので、辞退しました。なお、結局、A 本人からは、謝罪の一つもありませんでした。今思えば、奥さんを利用した格好になったこちらも、謝るべきだったかもしれませんが、離婚まで行くとは思いませんでしたし。以上です。ご自立時などご容赦ください。